演舞開演。どうも、本日は白子入りフグ総というものを食べてみたいと思います。前日食べたカキ総水のお仲間ですね。ということは、多分こっちにご飯が入っていて、この小さい方に白子が入っているのでしょう。どちらも美味しい。フグは、まあ、前にいくつか食べたことあるんですが、白子って食べたことないんですよね、少なくとも記憶の中では。なので楽しみですね。でもさすがにこのまま食べるわけにはいきませんので、温めてきますので少々お待ちください。はい、温め終わりました。というわけで今回も前回同様、雑炊といえばお鍋でしょということで土鍋を用意しています。というわけで、ま、前回ご飯入ったことはあったので今回も用意してませんけど、というわけで、あ、やっぱり今回も入ってた。カキの時と同様にフグの身も感じてますね。煮てるものはなんとかしたら困りますね。で、こちらに入っているこちらに入っているのはおそらく白子でしょう。では、いただきます。白子って初めて食べますけど、こんな味なんですね。この前食べた牡蠣よりもさらにフグの方が旨味がお米や出汁に染み込んでる気がしましたね。噛んだ瞬間にフグの旨味がぐわっときました。そして白子と身の部分はそれぞれ食感が違い、白子はちょっとふにゃっとしていて柔らかく心地よい。フグの身の部分は歯応えがあって、しっかり噛み応えがあってとっても美味しかったです。一度に2種類楽しめたのも良かったですね。牡蠣よりもやはりこちらの方が美味しく感じたので、こちらのケースにさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。